上田さんってこう仕,組み仕組み好きみたいな仕組みマニアみたいなとこあると思ってて、はい、だから世の中に対してこ,うこれ腹立たしいって思った時にどうそれを仕組みで解決するかをそれを事業を通じてやってるっていうのが上田さんのこうガイアックスっていう会社でやってることだと思うんですけどなんかそこら辺の今世の中に腹立たしいと思ってることとかだからこういう仕組みで解決したいとか最近熱く考えてることはどのたります なんかこ仕組みマニアと特に言われたことがないのであそうなのかと思いつつ、まあ、確かにそうだなとも思いますと <laughs> 実際僕あんまり人に興味があるわけでもなければ人と雑談をしたりコミュニケーションをすることが好きなタイプでもなくどちらかというと 苦手な方ではあるんだけど、それでも、こう、いろいろ不便があったり、もっとみんながハッピーになれるのに、コミュニケーションをしっかりすれば、それが実現できる。不便がなくしたり、もっとハッピーなことがみんなが享受できたり、あの、こっちで余ってるものがそっちに渡すだけですごく、 両方がハッピーになるみたいなことが世の中中にあるので,でそれを本当何とかしたいというのがすごく日頃から、まあ、だからこそ仕組みを作るもしくはサービスを作るもしくは事業を作るもしくはその会社を作っていくそういうところに注力しているのかなっていうふうに思いますなるほど仕組みで捉えるっていうところ課題も仕組みで捉えますよね。うん 一一人一人の課題として捉えなないいじゃないですか例えばちょっと迷惑な行為をするお客さんがいるその人に対してストレスを感じるかもしれないけどそれが起きてしまう状態仕組みがに欠陥があるってそういう意味では会社を運営していてもその会社運営の仕組みにもすごく前から 創業からずっと興味持ってるし、いろいろそこは試行錯誤してきてるのかなとは思いますね。人の気持ちがあって、一般的な会社のルールがあって、でその中で現実的に出てくる日頃の活動があって、その活動の中で、 すごく喜びがあったり悲しみがあったりこう働いてるメンバー同士での戦いがあったり葛藤があったりでするんですけどこれ全部仕組みじゃないって考えるとその葛藤とか争いもこれ仕組みの話で何とかなんないかな。でそれがもうちょっと川上に行って今ある会社の運営の方式もまあ古い仕組みだから。 ここも仕組みの話で新しい仕組みなんじゃないかなってなってくると最終的に本当一人一人の幸せと今日の現実の間は全部仕組みだと考えてこれをどう設計してブラッシュアップしていくのかっていうのをやっぱ考えていきたいし日頃からメンバーとそういういいい話をすすするのはすごい楽しいですねその仕組みとある意味感情をちょっと切り分けては こう考えるみたいなのって一つのコツなのかなと思うんですねあんまり感情移入し,し,してしまうと、うん、仕組みで捉えれなくなってそう、ね、一つ一つの事象に感情移入しちゃうそこをどう上田さんがコントロールしているのかとか自分の感情をマネジメントしているのかとかそこら辺のコツ習慣聞いてみたくないいやそれはねでも腹腹立たしい時は腹立たしいですよね <laughs> まず一つ通り腹立たしいみたいなそれはあるよね 感情がいろいろ生まれるわけですよね会社運営をしてても上田さん的にもいろんな感情は生まれてはいる悔しい悲しい嬉しいいろいろ生まれているそこにある意味引きずられすぎずに仕組みで捉え続けているのは、はい、やっぱりこの仕組みの力強さっていうのを 自分自身がこうサービス作ったり、まあ、会社も作ってきたっていうのがあって、実感してるっていうのが大きいのかなと思います、ね。プライベートでも、すごく悲しいことがあって、もうどうにもならないときに、まあ、悲しいは悲しくても、すごい悲しんでいる。一方で、<laughs> まあ結局皆さんもそうだと思うんですけど、じゃあ、この悲しさを具体的にどう、 対処するかってやっぱ考えないと悲しみから脱せれないので,で、脱する方法で、いや当然こう、お酒に逃げるとか、そういうのもあると思うんですけど、それ本当と、下の下なので、まあそこで何も考えないと、そういう解決に行っちゃうかもしれないですけど、いや、これ下の下だから、他に解決方法はなかったっけって、いろいろ並べてみて、やっぱこれにしよう。 でいやもうほんとお酒に比べたらそれこそねコンビニのスイーツの方がまだマシだしあのコンビニのスイーツに比べたら走って泳いでっていう方がはるかにマシだしあのそ,そういうふうにこうちゃんと考えてやっぱ手を打ってで現実にそれはお酒に逃げても一時的に忘れれると思うしコンビニスイーツでも忘れ,れると思うし正直スポーツしても忘れ,れるので。 現実にやっぱある意味解消できるので、あのちゃんとそういうことを考えるのはその仕組みのパワーをやっぱり体感してるからかなとは思います、ね、その簡単な方に流れて感情をなんとか麻痺させるとか忘れるとかじゃなくて、本当に解決したいって思い続けるってすごくこう強い意志が求められると思うんですけど。 その意志の強さを持ち続けられる理由とかだって安きに流れるじゃないですか多くの場合は。そ,ね、だからそこはなんでこの本当の意味での解決にちゃんと向かい続けられるのかとかそういう意味では事業作りをしたいと思っている人世の中にたくさんいると思うんですけど一度も事業を作って たことのない人が憧れて事業づくりをしたいという気持ちの強さよりも日々事業づくりをしてここ10年いろいろ事業づくりをしてきた人がもう面白すぎて次また事業づくりしたいという思いの方が強い気がするんですよね結局こう憧れてるだけだったら1回もやってないし1回もその楽しさを体験しないしもうほんとこう事業づくりにおけるこの本当麻薬のようなこの痺れる感じ あの、それが組み立てていくときのこう、ヒリヒリ感。こう、うまくいかないのではないかとか、人に迷惑かけちゃって、本当に死んでしまいたいと思えるような失敗を行ってしまったこととか、逆にうまくいって、思ってた通りに授業を組み立てて、もう最高で周りに喜んでもらえて、っていう、こういうことを体験すれば体験するほど、 本当に心の底から事業づくりをしたいと思うようになるのであの事業づくりをしている人の方がより事業づくりをしたい,たいなまあそういう意味では僕とかは本当に事業づくりを日々しているので本当に心の底からそう思えているまだやってない人は本当やってみたらもっとハマっていくんじゃないかなと自分たちが作ったサービスで世の中にかなり多くのユーザーを抱えたり サービス作っても、また次世代になるとそれが波にさらわれるように消えてなくなるんですけど、まあでもこう、その時に世の中全体に広がって、使ってるユーザーが喜んだという記憶は、やってたチームメンバーの中からは消えないと思っていて、まあ本当にもう実際最初に、 ガイアックススとししてサービス出した日記のサービスというかブログのサービスなんかもユーザー数100万人ぐらいの規模でもうたくさんの方々が僕らのサービス上でいろんなことに熱くなってで実際出会って結婚した方とかもいっぱいいらっしゃいますしそういうようなものを本当23年で組み立てられて。 それが実現した時の喜びはやっぱり忘から仕組みを作ったことによって生み出せた幸せがあるっていうところの、はい、そこのセットというか、うん、目の前の人を何かして幸せにしたでも仕組みを作ってそれで幸せになった人がいるっていうそのサイクルがすごく喜び感じるポイントなんですね。うん あの、目の前の人を喜んでもらうっていうのもすごくそれは嬉しいしで、その体験が一つのベースにはなるので外せないけれども、でもやっぱり、この見えない人、もうほぼほぼ見えない人も含めて、こう世の中中の人がパッとめくれば、こう、楽しんで使ってくださってる。僕らの気づかないところでもすごく普及している。そして喜んでくださってる。まあそういう方が、 やっぱり嬉しいですよね。すごい！逆説的な話ですけど。<laughs> 目の前の人を怒らせちゃって、目の前の人から怒られるよりももっと心にずしんときて立ち直れないと思うんですよね。まあ,あの、本当にこうネット上の誹謗中傷をやめやめなきゃならない。っていうのは本当に。そういう。 もうたかだかパソコンの中の文字で並んでるだけの話だけどそれぐらい人にダメージを与えるっていうだから本当に取り締まらないきゃならないような話なんですけどまあそれが本当逆の話で世の中中の人に使ってもらって世の中中の人が幸せに感じていてっていうのは目の前の人を喜ぶ以上のやっぱり感情が生み出されるんじゃないかなと思いますね。 人を幸せにするっていうことをいつ頃から上田さんはやり始めてるのかっていうところをちょっと聞いていきたくて学生時代のこうある意味き焼き芋屋さんの話とかねあれもある意味焼き芋屋さんという形をどうベストにするのかっていう仕組みをどんどん改善していって人を幸せにするっていうプロセスをやられてたと思うんですけどなんか 古く自分が若い頃を思い返した時にいつ頃からその仕組みで解決するとか仕組みで人を幸せにするってことをやり始めてたのかっていうところ高校の最後ぐらいに携帯電話を手に入れた時にもう感動してこんな便利なツールがあるのかといろいろ苦労してきたけど この携帯電話、当時みんな携帯電話持って、ポケ、ポケベルもなんかあのちょっと普及してるかなぐらいだったんだけど、僕が携帯電話持って、キーパーソンがポケベル持って、他の人は公衆電話で、ね、みたいな感じだったけれども、それでもない頃に比べると、もう断然コミュニケーションがスムーズだし、コミュニケーションがスムーズになると、プロジェクトの進みが断然スムーズになって、やっぱこうコミュニケーション設計っていうのが仕組みの一番ポイントになるんだなっていうのは当時感じたわけ。 携帯電話がある時とない時では同じ課題を解決しようとしてもこうスピードも全然違ううっていう、はい、翌日学校行くまでコミュニケーションできないとかなんか公衆電話から友達の家への電話して出ないっつって終わるみたいなそういうのからやっぱりこう全然違いますよね、まあ、でも仕組みのキーはやっぱコミュニケーションだと思ってますね引き続き。うん あのいろんな例えばボタンが押してもらったら困るボタンを押しづらくするみたいなそういう設計とかそういう仕組みも重要だけどやっぱりコミュニケーションをどう設計するのかっていうのがもう絶対的に大ききなインパクトを導き出すすと思ってます、ね、最近韓国ドラマ見てて。 1>, 1日に1分だけ電話が通じるっていうでそれぞれのチームが頑張っているんですけど半分喜劇状態で1日に1回1分しかコミュニケーションできないのでお互いずれなことをやっちゃうみたいないや当時今思うとそんな感じで <laughs> いやでも今だってそうだと思うんですチームメンバー眺めた時にリアルタイムにポイントをちゃんとスラックに流してくる人と おおいおいそれ,それなんで言ってないんだっていうことをこう握りつぶして話が回らんケースとあったりすると思うんですけど本当にこうリアルタイムにどうコミュニケーションできるようになるか常にこうチームメンバーの脳と脳がくっついてる状態でプロジェクトを進めてるかどうかで全然もう全然成果が上がってくると思います。